こんにちは、ブラックパレードのりょうへいです。今回も始まりました BP ニュース。今回ですね、ご紹介するのはブラックパレードシーズン16のウィーク7のですね、続きになります。先日のですね、横浜ホットロッドカスタムショーで、先行販売、先行受注ですね、を取ったこちらの、今僕が着ているこの BP カモの MA1 がですね、なんとかこの17日リリースで間に合いましたので、17日のね、お昼、12時から発売していこうと思います。はい。で、詳しい、商品紹介とか、PV とかはね、以前、ロトショーの前にアップしてるんですけども、改めて、今回ちょっとね、動画でお伝えしていきたいなというふうに思っております。はい。で、MA1 なんですけども、やっぱり BP スタート時から結構やっぱりずっと作りたかった、アイテムで、なんとかね、やっと作ることができたので、今回リリースと、至りました。で、今回はですね、プリントとかは一切入れずに、この袖のね、後ろ側のこの BP カモでかなり結構インパクトはある作りになってるので、ここの胸とか背中には特にはこうロゴとかは入れずに、仕上げました。で、ファスナーとか、ここのファスナーもですね、両方とも真っ黒で、仕上げておりますし、ボタンとかはね、いつもの BP のスターターロゴの、ボタンになっておりますので、かなりこだわって作っております。で、やっぱりその昔の本物のね、その軍物の MA1 っていうのは結構やっぱり腕がめちゃくちゃ太くて、丈がかなり短いような作りになっているんですけど、それを形からも一新して、もうちょっと BP っぽく今風にして、ちょっと細めにして、ちょっと丈も長めにしてっていう、形からも完全に見直して、作ったものになりますので、本当に今ロドショー終わってからかなり僕もずっと着てるんですけれども、普段使うにはもうめちゃくちゃ調子よくて、パッと羽織れるし、あったかいですし、非常に、気に入って着ております。ちょっとね、立った感じお見せしたいんですけども、今なんかパーカーちょっと着てないんですけど、こんな感じです。はい、これで L サイズになります。で、今回はですね、 S がなくて M スタートの 2XL までになります。で、僕多分これ今 L なんですけど、多分 XL でも多分全然、ちょっとブカッと着る感じで全然よくて、その辺はね、着た感じは皆さんの好みになるかなと思います。でもこれでも全然僕パーカー着て、前開けた状態とかで全然着れるので、いいかなと思います。ちょっとですね、パーカー中に着てどんな感じになるかちょっとお見せしたいと思います。はい、こんな感じで今中に BP のパーカー、ちょっと今日これサンプルの無地なんですけど、 BP のパーカー着てL サイズ着用した感じですね。これ以上着るとちょっとあれかなと思うんですけど、腕もね、全然余裕はあって、こんな感じで結構本当にここがめちゃくちゃ普通の M1 で太いんですけど、それを完全に改良しております。はい、こんな感じです。なので僕ぐらいの感じだったら、こういう風に着るんであれば全然 L サイズでいいかなとは思うんですけれども、例えばもうちょっとバイクでも乗りたいよとかっていう風であれば、MA1 もともとのやっぱりそれ形があるので、あんまりこれ以上丈を長くしすぎるとちょっと格好が良くないので、程よいところまでしか伸ばしてないんですよね。なんでバイクとか乗るとやっぱりちょっとこの丈が短いかなっていう感じになるかもしれないので、そういう方はですね、ワンサイズ上げていただくと、バイクとかでも着ていただけるかなと思います。で、リブとかもね、結構しっかりは作ってありますので、こう MA1 のこのダボ付きっていうのはもちろんあるんですけど、逆にこれがグローブとかをね、こう中に入ってくれるんで、ここからの風とかも、ある程度は防いでくれるのかなっていうのはあります。本当はね、今回この目玉はこの BP カモが、裏側にね全部入ってるので、本当に結構こだわって今回は作りましたので、で、値段的にもですね、今まで BP アウター類とかは基本的には国内で作ってたんですけれども、今回ですね、ちょっと海外生産になったんですけれども、本当に海外に一回ちょっと工場を移すのにも、1年以上かけて探したりとか、本当に日本と同じクオリティで、作れるところで、今回作ってもらったんで、本当に出来はめちゃくちゃ良くて、なので値段的なところでも、今回はこれ日本で作ろうと思うと、本当に6万7万っていう今のこの状態だとなってしまうんですけど、4万2000円の消費税っていう形で、だいぶ価格は抑えれたのかなというふうには思いますので、 BP の普段のアウターとか結構いい値段するので、ちょっと手が出ないよっていう方とかは、よければね、ぜひ、チェックしていただければなというふうに思っております。で、一応ですね、この無地ワッペン、はい、この無地ワッペンがついてきます。これですね、例えばですけど、こういうね、銀ペンとかをでこう FX、LR、ST とか、
まあ、なんか好きな言葉を入れていただいてもいいですし、あのちょっと自分でカスタマイズできるようにしてます。まあ、これ胸に貼っていただいてもいいし、あの袖とかの、ね、ところに貼っていただいてもいいので、まあ、これはねちょっとカスタムしていただく、まあ、ちょっとした特典ということで、これはあのお付けしますので、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じですね。こちらの MA1 ですね、数は、まあ、海外生産にしたのもあるんですけれども、ある程度数は、ご用がありますので、しっかり、ね、悩んでいただいて買っていただけるのかなと思いますけれども、あのサイズによってはちょっと少ないものもありますので、その辺だけご注意いただければなというふうに思っております。今期はね、なかなか、いろいろリリースして、一応これが、年内最後のリリースとなります。次は多分年明け一発目に、まあ、ちょっとリリースがあると思うんですけども、まあ、一応こんな感じで2022年は、この MA1 でね締めくくりたいなと思っておりますので、ぜひね皆さんゲットしていただければなと思います。はい、まあやっぱり今この、まあ、コロナがあって、でこの為替の影響があって、でなかなかやっぱりその今来年の服作りの、予定とかも組んでるんですけども、なかなか大変でですね、もう値段が上がりすぎちゃって来年リリースできないものとかって結構あって、例えばなんですけどコーチジャケットとか、まあ、毎年春ぐらいにリリース BP してたんですけど、今のところですね、あれはもう今年来年はリリースできません。あのクオリティで作って、国内で作るとなると、もうあの値段が倍っていう風に今現時点でも言われてまして、そうなるとまあおのずと販売価格もね倍になってしまうので、まあ、本当に今なかなかアパレル業が厳しい状況で、本当に来年何が作れるかっていうところも本当にちょっと見えてなくてですね、まあ、こういうアウター類とかも作れるかちょっと本当に今段階ではちょっと見えてない状態にはなってしまうんですけれども、なので、まあ、今回この MA1 にしても、まあ、この価格で出せたら本当に良かったなって僕は思ってるので、ぜひね皆さん一度試していただければなと思います。はい、そんな感じで、こちらの MA1 は12月、17日ですね、土曜日のお昼12時から、発売となりますので、女ドライフも朝10時からオープンしてますので、12時までは試着も、していただけますので、ぜひゲットしていただければなと思います。はい、で、その次の日ですね、18日に関しては、まあ、ノーマズジャパンさんの、主催のクリスマスバッシュっていうねイベントが、まあ、名古屋で開催されます。まあ、そちらに BB もブースちょっと出させていただくんですけれども、当日はですねちょっとしたまあ、販売アイテム、限定アイテムちょっと持っていこうかなとは思ってますので、もしねお近くの方、チャリティーイベントというか交通事故でね、親とかを亡くしちゃった子供たちに、まあ、プレゼント持ってたりとか、まあ、それに対して の, 募金だったりとか、そういう活動のイベントなので、まあ、協力していただける方はねぜひ足運んでいただいて、概要欄にリンク貼っておきますので、よければ、まあ、僕も当日会場いますので、よければね足運んでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。